青いバラ。青いバラは、日本のサントリーフラワーズとオーストラリアの植物工学企業であるカルジーンパシフィック、現、フロリジーンとの共同研究開発により、世界で初めて完成した青色の色素を持ったバラである。遺伝子組み換え技術により、誕生、2004年6月30日に発表され、2008年1月31日に、 カルタヘナ法に基づく一種使用規定承認、流通など環境中の飛散を防止しないで行う使用の承認を得た。2009年11月3日、アプローズのブランド、正式名称サントリーブルーローズアプローズを設け、切り花として全国の花屋などで発売を開始した。アプローズは白紙割祭を意味することから、サントリーフラワーズではその名の意味を割祭とし、 新たに、夢叶う、という花言葉を与えた。長い間、青いバラは、世界中のバラ愛好家の中では、夢とされていて、英語でのブルーローズ、青いバラは、不可能といった意味さえ含まれるほどであった。本来のバラの持つ、主要アントシアニンであるシアニジン系のシアニン、ペラルゴニジン系のペラルゴニン等から赤みを徐々に、抜いていき、青に近づけていくという手法が主流であったが、 バラにはそもそも青の色素がないことが分かり、厳密な意味での青いバラを品種改良のみで作ることが不可能と判明した。やがて青いバラの作出は遺伝子組み換えなどのバイオテクロジーに委ねられることとなる詳細はバラ、奇跡のブルーローズへの挑戦も参照。そしてアントシアニンの細胞内極在場所である液胞の酸性条件下でも青色色色素であることのタデルフィニン。 デルフィニジン、アントシアニン、アントシアニジンの一種を作り出すために必要な酵素の遺伝子の CDNA をパンジーから単理して遺伝子導入することにより、この青いバラは誕生した。着手から14年の歳月を費やした。人工的に生み出されたものゆえに、当初花言葉は不可能、ありえないであったが、開発が進み、ブルーローズの誕生を実現させたことから、開発当初は、 奇跡、神の祝福という花言葉を新たに当てていた。また、この成功により、同様に不可能とされていた厳密な意味での黒いバラを作ることも可能になったわけだが、原宝根色の三原色、つまり、シアンマ全体ンンエローに相当する青、赤、木の色素が揃わないと黒色を配合することはできない。現在、黒バラと呼ばれているものは、非常に濃い赤色のバラである。 こちらはまだ実現していない。なお、遺伝子操作により花の色を変えるといった試みは、同社の青いカーネーション、ムーンダストが世界初である。この遺伝子操作が安全であると確実には、立証されるまでの間は、花粉の飛散により、一般植物との交雑を回避するため、ムーンダスト同様の専用の隔離された栽培所にて厳密に管理されていた。しかし、 2008年1月31日にカルタヘナ法に基づく一種使用規定承認が得られたため一般補助での栽培も可能になった。アントシアニンは赤から青までの色調を示すフラボーノイド系の色素である。アントシアニンのアグリコンをアントシアニジンと呼ぶ、それらの化学構造に関してはアントシアニンを参照。なお、 クラボノイドの生合成系はリンク先とアントシアニンの生合成系もリンク先を参照すること。アントシアニ人のうちのデルフィニ人を基本骨格とするアントシアニンが特に青色発色に組みしているとされる。しかし、デルフィニジン系のアントシアニンがあれば青くなるわけでもない。また、バラの赤色色素であるシアニジン系アントシアニンと類似のものが ヤグルマギクやヒマラヤの青いケしの青色色素となる場合もある。西洋は佐賀オヘブンリーブルーの開花中の花びらなどの特殊な例を除いて植物の液泡内の pH は酸性である。アントシアニンは強酸性下では赤色を呈する。また中性に近くなると赤紫色になる。そして全てのアントシアニンはアルカリ側では青色になる。 このような一般的特徴を持つアントシアニンを青色に発色させる機構には様々なものがある。アントシアニジンの種類、アントシアニンの存在する植物細胞中の液胞の pH、金属イオンの種類や量、分子間、またはアシル化による分子内でのコピグメント、超分子形成などが様々に関与し合っている。大きく分けて3種類あるアントシアニジンの中でも、 デリフニジン系のアントシアニンは比較的酸性側でも青色である。青いバラの分子育種においてはアントシアニジンの種類の変化とアントシアニンのアシル化、母本に用いられたバラの液方の pH が弱酸性であることによって青色を発色させている。バラにはデリフニジン整合性に関与する酵素フラボノイド酸、コハイドロキシラーゼがない。そのため、 デルフィニチン系のアントシアニンを合成できない。そこで、バラにおいてもデルフィニチン系のアントシアニンを合成させれば、青いバラが育種できるのではないかと考えられ、パンジーから F35H の CDNA を単離して導入された。サントリーが開発した2種類の青いバラ、WKS82-130 から4から 1OECDUI。1 アイフド五万二千四百一から4及び w k s 八十二百三十から九から一 o e c d u i アイフド五万二千四百一から九には f 三五 h の CDNA 以外にもトレニアに由来するアントアニンゴアシル規定以降素の CDNA が導入されている。これはバラにおいてデリフニジンから生成されるデルフィン、デリフニジン3 ゴージグルコシドを安定化させることを狙ったものである。その産物の化学構造は、リンク参照。その他、形質転換体の選択マーカー遺伝子として、アミノグリコシド系抗成物質化ナマイシン耐性化遺伝子も導入されている。なお、WKS82-130 から9から1に、関しては、アイフド -52901 から9と、 アイフド -52401 から9と異なるアイフドの番号が双方とも公文書で見受けられる。これらの形質転換バラに関してはに詳しく出ている。それによると、母本に用いられた品種名は WKS82K ハブルーで、荷色は赤紫色のハイブリッド TK 式咲きの大輪花である。母本の荷色が 赤紫色であることからわかるように液法の pH は比較的中性よりである。そのため合成されたデリフニチン K アントシアニンが青紫色を呈したと考えられる。分子育種された2種類のバラにおいて導入された外来遺伝子は両者とも過食に最も影響を与える災害層である L1 層にしか存在しない周焉キーメラであ、L2 層この部分は 母本の WKS82 のままに由来する花粉によって外来遺伝子が拡散する可能性は極めて低いそうである。なお、育種における母本の選択のストラテジー、WKS82 を含む様々なバラの花びらの PH、アントシアニジンの種類や顔料、コピグメントとしてのフラボノイドであるフラボノールや、フラボノンのあり及び量、アントシアニンのアシル化の程度、 WKS82 以外のものにも、同じ遺伝子カセットを導入した場合の過色の写真、などはこの文献に詳しく出ている。また、バラの内在性のジヒドロフラボノールマイナス4、還元構想を、内によって抑制し、あやめのペラルゴニジン合成に特異的に関与できない DFR の CDNA を F35HCDNA と共に導入し、デリフィニジン顔料を増加させた結果、 より青みの増したバラができたことも報告している。青いバラが誕生したといっても、花の色は色素と共に働く他の成分の条件によっても左右されるため、現状では青紫色に近い色となっている。そのため、より青い色に近づける研究が現在も進められている。一方でこの青いバラは前日の通り2008年に カルタヘナ法に基づく一種使用規定承認が得られ、市場での流通及び一般補助での栽培などが可能となったが、遺伝子組み換え生物に対する人々の抵抗感は未だ根強いものがあり、そのあたりの調整が普及の鍵になるとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。